はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は2月の26日火曜日。時刻の方は16時4分です。ぴょぴょー。はい。そんなわけでね、この動画では皆さん期待している弓デジ S3 Pro。大体ね、 あの日本で買おうかなと思っている皆さん大体いいどれぐらいに買えるのかなんとなくねあの見えてきましたこれがねで、まあ、海外の情報を見てる方は、まあ、なんとなくははーんってこうね、えー、まあ匂ってるなーっていうのも見てる方もいらっしゃると思うけどね、まあ、英語が苦手な方っていうのはもういろんな情報サイトにいつ発売日が出てくるのかなってそこを期待するしかないよね あとはアマゾンのページを見たりとかねもうそこでまたか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 っていう意味でしかないよねはいじゃあ今回は弓デ地の S3 プロに関して今分かっていることをねあの公式の Q&A を見ながらちょっとまとめてみましたねはいこちらをご覧くださいテラリーンはいえー、とねまずね、まあ、早く出荷してほしいよっていうね、まあ、そんな質問に対してね えー、こんにちはユミデ j s 3 p o は3月に出荷される予定ですが具体的な時期はまだ確定していません、ね、14日前ですこれはねであなたの興味と指示をありがとうということでねフェイスブックでねいろいろ情報も更新していきますよという内容になっています今回ここで分かったことは3月に出荷される予定ということです2月に出荷されることはないということになります またこれ、なんだっけ、あのディ・ゴーゴー、ね、最初の支援の方、その方たちに対するサポートがほとんど含まれているので、そのまあその形で3月の上旬ぐらいから順次発送ということになるんだろうね。ただ、ここからね、いろいろ謎が出てきます。まあ、それは後に置いておいて、ちょっとね、えー、Q&A だけ見ていきましょう。これもね、ちょっと気になっているのは14日前の情報。 ユミデジ S3 Pro のボディカラーは黒のみですか <laughs>、ね、でこんにちははい弓デジ S3 Pro 用の1つのバリエーションセラミックブラックのみですええー、なんかあのー、いろんな情報サイト見ると3種類ってなってたよねゴールドとブラックとレッドだけかねあ F1 と同じだと思ってだったらレッドがいいなと思ってたんだけど この情報によると、セラミックブラックオンリーということになってます。まあ一番最初はってことなのかなどうなんだろうねちょっとここ気になるよね。よく一番最初の支援のね、あの、安く出す人たちに対してのみブラックのみなのかなとかね。まあいろんな考え方があるんだけど、どうなんだろうね果たしてね。はい、じゃあ次を見てみましょう。まあカラーバレーションは今のところ一種類ってことだよね。 えっと次は AC アダプター USB タイプで出荷することは可能ですかということでね、えー、っと申し訳ありませんが、ねえー、ED55 で S3 Pro を購入した場合は、ねえー、EU タイプのアダプターになります。ご感謝をお寄せいただきありがとうございます。これは2週間前の Q&A ということです。これね、はい、そしてね、えー、Bluetooth 5.0はありますか、えー、こんにちは。ね それはユミレジ S3 Pro Bluetooth 4.2であり、LED 通知はありません。とのことです、ね。まあ、あのここら辺のスペックはもう公開されてるもんね。これね。はい。えー、次いきましょう。次はね、えー、っと、ワイヤレス充電はありますかでね。ワイヤレス充電はありません。ということでね。 まあ、ここのところもね、おじはあんまり必要ないと思うんだよ。あの、時間かかるからね、ワイルス充電ね。まあ、そんな高額なものを、あのー、入れるよりもね、コしパ重視でやってほしいよね。はい。えー、っと、次はね、うん、まあ、ニモリさんはどこらんの機でどうのって、まあ、イギリスかな、この人はね。えー、っと、ここにも書いてあるんだよね。ユミデジス3プロは3月に出荷される予定ですが、具体的な時期はまだ確定していません。 これはね、14日前の情報になっていますね。はい次、ね、次、えー。ねと 4K ビデオ録画サポートしていますか ?30 または60フレームですかということでね、えー、これに対して電話はね、4K ビデオ撮影をサポートしていません。まあ、あ,のあなたの言うということはね、ヘリオ P70 の ISP は3 2セルの30フレームをキャプチャーできます。 S3 Pro で20フレームに調整することで48メガピクシルをサポートするように遮恵的化しましたってね。これあの前回サポートの方に連絡をして、で、返ってきた答えと同じだよね、これね。そしたら、あの動画じゃね画像はどうなんだってね。そこら辺の言ってる人もいたけどね。あの、海外でね。 はい、えっ、ー、と次はこれは、あ、そうそう、えー、USB 充電器が日本の、まあ、日本向けで出荷されるのかということでね、えー、こんにちは、日本のお客様のために私たちは日本の USB 充電器を送ります。心配しないでください。ってことだよね。まあ、これがね、あのーまあ、海外発送で日本に向けたのやつをちゃんと日本 ようにしてて送ってくれるのかでも日本のアマゾンで売るものが、あのー、日本向けになっているのかちょっとこれだけじゃ分からないけどもねでも、まあ、おそらくここの内容は先行して予約したた,たちのサポートが多いと思うから、まあ、ちゃんとやってくれるんだろうねこれね、うん、はい、えー、次ね、えー、アクセサリーいろんなアクセサリーを、ね、追加しますか、ねえー、とガ,ガラスフィルター保護ほィ フィルムガラスの保護フィルムが欲しいですよってことでね。で、ユメデジの公式としては、まあ、現時点では他のアクセサリーを追加する予定はありません。ねえー、S3 Pro の箱の中にはあ、事前にスクリーンプロテクターが貼られています。あの、光沢のやつだね。で、あなたが電話のためにガラス保護フィルムを見つけたいなら、ね、あのお店で探してないってことなんだね。うん、<laughs> はい。そして次ね。 えと色についてだね、うんえーと。電話のケースについて質問があります。F1 の場合は黒だったのでおそらく S3 も黒になると思います。たとえそれが素晴らしいシラミック台であっても、まあ、ボディがね、えー、ケースが黒い場合はあ中が見ることができませんってね。うんねえー、透明なケースを作るてもえないですかっていう質問に対してね、えー、とこれは6日前の回答ね。えー、こんにちは、ね、あなたは正しいです。 S3 プロはプレミアムブラックパックカバーを持っています透明なケースについてのご提案ありがとうございます私たちはそれを検討しますご支援ありがとうございますたてだよねそうなんだよねあのボディカラーを生かせない、ね、逆におじいはあのね標準でくっついてくるもうすでにくっついてるあのカバーが黒なんだったらじゃあボディカラー赤とかね違う色の方がいいじゃないかって言ったんだけどね、まあ、透明だったらそうだよね欲しい色選ぶよね まあ一応検討はするよっていうことで今現在ね透明のフィルムはあのつかないってことになりますまあでも透明だとあのグリップ感が得られるかどうかではねおじいはあの黒のやついいと思うんだけどあのグリップがいいからねえっと次ねえっとフェイスアイデ i d を使用する指紋センサーやその他の呼吸センサーについてえ何か気にすることができませんう えっとこれは、ね、どんな機能がありますかってことで、ねまあ、指紋センサーと,、えー、っと顔認証ではサポートしてますよということでまあ正式に答えています。これは5日前の情報になります。こういう人たちって5日前の情報ってもうスペック公表した後なんだから分かりそうだけどね。うんはいえー、次 ね、発送方法、DHL には、ね、あのどんな追加料金がありますかとかね、うん、DHL は15ドルであの、値段もね、いろいろ安くしてくんないと、何ドル以下にしてくんないとあの、ね、課税されるからってね、日本に入っていたときにね、まあ、いろんなことが書いてあるよなあの、20ドルにしてくれ、60ドルにしてくれとかね、あの100ドルだとお金かかるとかね。 なんかうん、そんな提案ありがとうそれで送りますとかなんかそういうやり取りもいろいろありましたねみんな心配なんだよねあの,あの発想だといつなんかわかんないとかどっか行っちゃうとか盗まれちゃうとかね、うん、でやっぱねこういうの見ると日本のアマゾン発想でやっぱ確実にあの変えた方が到着も早いしその方がいいよねアマゾンの発想がいいよね えっと次はこれはうんでえっと1日にどれぐらいの要は SD プロが出荷されるのか教えてほしいってことだよねうんまあこんにちは大まかに言って私たちは3月にね出荷し始めるでしょうってことだよねうんあの忍,耐してま忍耐で待っててねってことなんだねはいそして次ねあ,あここ出てきたね えなぜユミデジ J3 プロは 4K で録音できないのですかそれは本当に残念です。48メガピクセルのカメラはヘリオ P70 によって管理されてますかセラミックスマートフォンの背面は磁気ですかマグネットホルダーを使用、ね。回答ありがとうございます。よろしく。ってことだよね。えっ、ー、と、答えです。こんにちは。メディアティック k 6 7 7 1は 4K ビデオ撮影をサポートしていません。はい。 4 8メガピクセルカメラはアヒリオ P70 によって管理されています。電話はマグネット式電話ホルダーをサポートしています。ということでね、あのー、そうなんだね、マグネットホルダーが使えるという情報がここで分かりました。はい、そしてね えっとヘリオ P ナジュのプロセッサのスペックを見ると 3840×2160 の解像度でビデオを録画できることがわかります S3 プロはこの解像度までビデオを録画しますが 4K にかなり近いですってことだよねでこんにちは私たちはこの情報を確認して後で答えるでしょうってことだよねこれが4日前 はいそして次はね、s d プロはそのままでカメラ 2API をサポートしますかってことだよねで。将来的に事情的な Google カメラポート APK をインストールしたいですかってことだよね。えっ、ー、と、情報を確認しました。弓でジ S3 プロはそのままカメラ 2API をサポートしますってことだよね。まあ、おじいな何度こっちゃ分かんないけどね。 えっとこれだ DHL をご利用の場合、日本で課税されます、あなたが150ドル以下を書くならば課税されませんってことだよね、そういうことなんだね。だからあの150ドル以下で送ってくれて、日本の場合はそうでないと、まともにね、270ドル前後で書かれたら、課税されて、また余計なお金払わないといけなくなるってことだよね。 提案ありがととうって、ね、そうするよっててねねことなんだ、ね、やっぱね個人輸入ってやっぱ大変だね本当ねはい指でじはどれぐらいの期間ソフトウェアアップデートで S3 をサポートしますかっていうことだよねえー、っとこんにちはすべての指でじ製品はリリース後2年以内にソフトウェアのアップデートを受けますってことは、えっと、2年間のソフトウェアアップデートを保証しますよってことなんだね で当社のワイヤレスアップデートポリシーはユーザーからフィードバックに基づいており今後もソフトウェアを最適化しユーザーに最適のユーザーエクスペリエンスを提供しますということなんで、まああので2年間は安心なんだけどもそれ以降はアップデートしてくれないよということなんで、まああので発売からもう2年1年以上経って2年近かったら あのもう現状そのままを使い倒すっていうことを覚悟しなければならないよってことが逆に裏付けされるってことだねこれでね、うん、はいそんなわけでね次行きましょう「えー、とユめレジはカスタムローム開発者が使用するためのカーネルソースコードおよびその他のコードを公開しますか?」ってことだよね、えー、提案ありがとうございます私たちは将来検討しますってことだよねうんまあ知らそうだよね はいそして次ねえー、っとねもう出荷始めてくれよ、ね、はいでここがね重要なキーワードが出てきますえこんにちはありがとう我々はあなたができるだけ、えー、電話を受けたいと思っていることを知っています我々はできるだけ早く全て完了するために謝辞を尽くしていますしかしまた我々は品質管理の下に全てのものをさせる必要があります品質管理 ユーザーエクスペリエンスソフトウェアの最適化で検証済みの証明書が私たちにとって最も重要なことであることはよく理解していますでここがね今回のキーワードなんだね今までなかったもんなんだよねはいここメデジ S3 プロは量産計画は3月10日に予定されています より多くのアップデートを楽しみにあなたの忍耐と支持をありがとうということで、はい、ここで、ね、初めて出てきた、ね、3月10日というキーワードが出てきましたそれでこれはあの3月10日に生産を始めるよということではなくて 量産体制がっていうことなんで、まあ、今現在、もうあの、チャカポンチャカポン、一応作ってはいると思うんだよね。でも今、F1 とか SD プロとか、売り切れになっているものを今作っているのが集中で、量産、あ,あくまでも、量産体制は3月の10日からだよっていうことで、で、できたものからどん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 発送するというと、やっぱり3月の、ね、中旬以降ぐらいからしょうかね、あの皆さんの手に届くのは、 あの海外発送だとしたらおそらく4月だね4月の頭だね。もんで3月から出荷を始めるよというのは今作っているものを今あの支援事前支援した方に送るのかそれとも3月10日に量産計画があるから。 あのー、そのそ3月10日からできたものを中旬から発送して受け取るのが4月1日か、それはちょっとよくわかんないんだよね。で、3月のもう量産に入る前にできたやつを最初の支援した方に送るんだったら、3月を中旬にもう手元に届くってことになるんだよね、だいたいね。まあどっちなんだろうね、でもこの3月10日の量,、あのー、量産体制。で えっとね、今現在、ユミレジが、ね、F1 の下げれとか S3 の下げれは3月の7日に入荷予定になっているのでそれには間に合わないということなんだよね。ほあの欠品のものと一緒に日本に入ってくるはずなんでそれを考えると次の10何日とかまた22日予定とかそれぐらいに来るんだろうね、きっとね。まあ、そんな感じだね。はいまあ、とりあえずちょっと先に進みましょう。 でもね、これはね、2日前の情,あの情報だからね、3月10日に予定されてるっていうのは最新情報だよ。はい、そしてね、S3 Pro の前面にゴリラガラスはありますかっていう質問でね、はい、こんにちは。弓でジ S3 Pro は前面に5枚目のゴリラガラスを使用しています。であの5世代目ってことだね、5世代目のゴリラガラスを使ってるよっていうことで、だから品質がいいんだよ。 本当ねおじいが持ってる SD プロだって、だってガラスすげえっておじい言ったけど、やっぱなんか良さ伝わってくるもん。たぶんいいガラス使ってるんだろうね、SD プロも、ね。まあこれはいい情報だね、ゴリラガラス。ね、うん、はい、そして次ね、えこんにちは、HDMI 視力を持っていますかってことだよね。USB を介したビデオ視力の主流を含むメディアティックプロセッサーはありません。えー <laughs> でえー、ほとんどのすべて新しいテレビが w i f i 接続で構築されているのでワイレスビデオキャストを使用できましとことだよね、あのーだっけえーと。なんとかキャストおじいもいろいろ検証をやったものがあるけど、まあ、そういうものを使ってくれってことだよね。HDMI 出力までつけたら高くなるよね、でもねどこまで求めたいの <laughs> はいでワイヤレス充電オプションはありますかこれはもうありませんではね。S3 Pro はワイヤレス充電をサポートいません。薄型にしたいのですってこと。そうなんだね。あの薄くするためには、やっぱ今の,そのワイヤレス充電用の,、ね、あのキット、モジュールとか入れると熱くなっちゃうんだね、きっとね。うんえー、そんな事情らしいです。箱にイヤホンは含まれていますかいいえ イヤホンは箱に入っていません。買ってねってこれ、もうイヤホンぐらいいいじゃん。自分で好きなの買おうよ。<laughs> はい、そんなこんなでございます。ね、これが、あのー、4時間前の Q&A の答えなので、本当にね、もうガチで最新情報じゃないかなと思います。ね、で、今現在ね、アマゾンのページを見ても、えー、と普通の A3 は売り切れのまま。 A3 Pro の,の 32GB 版、これも、ね、売り切れてラインナップから外れてます。であるのは 16GB 版の A3 とか弓、ね、ジ、えー、の F1 も今現在あるのが、うん、レッドとゴールドでブラックはもう売り切れちゃってないんだねで次の入荷は3月の7日入荷予定ということです。 でおそらくね、3月の7日に A3 とかね、F1 があの入ってくる予定なんだろうね、まとめてね。で、その次だよね、大体27日で、7日で、まあ、月に2回ぐらい入ってくるペースだよね、夢デジはね。それを考えると、そこに14足すと、うん、やっぱ22日前後ぐらい。 22日前後ぐらいに、えー、と次の入荷がある予定だからもしかしたらおじいの予想としてはあのー、第1弾直接海外で予約してる人は、ね、個人輸入だから何しか買うか分からないけどアマゾンのところで予約を始めるとしたら3月のに,、あのー、に入ったらおそらく予約を開始になって で一番最初、22日からスタートじゃないかな、おじい、大体ね、ピンポイントだと勝利ぐらいだよね、うん、そう思うよ、もう量産体制が10日から入るってことなんで、でその3月の倒産、ちょっとここにあるんだよね、よいしょ、この3月の10日に量産体制が予定されている、これね、うん でそこからまあ多分数日間作ったものを発送する。まあ、こっちに来るまで、ね、うっとまあ、最短、まあ、1週間ぐらいで来るからね、1週間10日ぐらいで来るんで、あのー、普通の荷物で来るとね。だからね、それを考えると、やっぱそれもドンピシャなんだよね。そこに14足すと20、10日足すと20日。 両者大使が入って一番最初できたものを言うと大体そうだね、まあ、22日に間に合うかなでも予定は未定で一応3月10日に予定はされているもののもうちょっと前倒しで早く作るかもしれないしちょっと遅くなる可能性もあるってことなんだよねだでもね今月の終わり頃には国内に入ってくるとおじいは見ている、うん、で3月に入ってからの予約が開始されるんだろうね。 どううでしょうねおじいの予想は早ければ、ね、22日前後ぐらいじゃないかなって思うんだよねうん22日より前っていうのはおそらくないだろうなと思うよね22日から月末にかけての入荷予定ですて予約が開始されると思うシャドーだ皆さんの予想はいかが おじいの予想と比べてみよう。ど,どっちが勝ちかな <laughs> で、まあ、楽しみだね。はい。 そのだけで今日の、ね、最新速報というかね、まとめ情報はここまでになります。みんなちょっとこう、多少なりとも細かいこと分かってよかったよね、これね。まあ、海外見てれば、あのー、リアルタイムでかじりついて見てればね、一個ずつこう異常法が取れるので、ね、一部でも早く欲しい方は、海外見てるのも面白いかもしれません。おじい結構ね、見てるんだよ、ちょこ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 ね。はい、そんなだけで最後までご視聴ありがとうございました。おじいでした。ね あの、役に立ったり暇つぶしになったらね、グッドボタンを押してくれたらありがたいです。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。で、このままね、あの、まあ、元気なおじい、あの、アマゾンでね、一番最初に、アマゾン、ね、あの、第一発、ね、一番最初の入荷組でね、あの、本当におじいの検証を見たいよってね、検討してるけども、おじいの結果、結果次第で決めたいかなって思う方が増えたら、 ねあのー、検討してみようかなと思っています今のところは、ねうん、今のところはね、いくらで出るんだろうね、おじいの予想だと、あのー、そのまんま、3万15ぐらいで、ね、出ると思うんだよ、2万9千円そうだな、もう日急派っ,っていうあ、そういう考えがないからね、中国はね、だから、中途半端な金額で来るだろうね。 今、ちょっと待って、F1 が2万3000円で、Z3 がいくらだっけえー、っと、あ、違う、Z2 か。Z2 が2万7000円か。Z2 プロが2万7000円だから、そうだね、えー、ちょっと待ってね、Z2 プロの、えー、っとね、オーラが2万8637円で、 出始めた時がいくらななのかなこれ値段あんま変わってないんだよねこれねえっ、ー、と期間を人期間にしてであそっかあの弓でじってあの出品出したり消したりしてるからそのあれか人期間しても 新しく出し直した期間しかないから、あのー、今までいくらから登場してどうなったかってグラフが見れないんだこれいやらしいなえー、っとね「Z2Pro」っていくらぐらいからスタートしたんだろうこれが今2万8637円なんで、まあ、それを思うと大体3万以下で出てもねあの不思議じゃないなと思って。 えーっとね、ちょっと待ってね、去年の10月、ここら辺か。えー、っと、予想価格見てみるね、ちょっと待ってね。これがヘリを P60、あ、でもうちょっと上がるのかな。 まあ大体ねそ、その時の一番その似たか寄ったかの、あのー、モデルの値段で出し,出してきそうな気がするんだよね。うん、あ書いてなかった。こういう情報誌ってあの価格って書いたのにさあうのあのーうーんあのー、リンクがほら、あのアフィリエイト使ってるから、今の値段しか載ってないんだよね。 3万円前後で来ると思うよで最初に早く欲しいって言ってあの海外で注文した人は、まあ、あの場合によっては、ね、あの課税されるけど課税されないように送ってもらったとしても来るまでが時間かかっちゃってしょうがないよねとにかくねだから F1 の時に入れ替えちゃったじゃん要はアマゾン組の方が先に届いた人もいたよね確かね まだ来ない、まだ来ない、まだ来ないという人がいたからさ、やっぱりその日本に入ってきたものを、やっぱ、あのアマゾンが発送が一番安心だよね。うんで、ゆめでじがあの販売、発送しまして、その日本のアマゾンで注文を受けたもので、でいついつ入荷予定でしたものは、一応、アマゾン通して、アマゾンの,なんていうの発送で、ヤマトなり郵便なり、それを使ってくるはずだから。 だから海外から来るところはないでしょないいででししょょあるの,あのアマゾンで注文したんだけど海外からあの送られてきたっていう人いるいるいたっけかあのー、あの時にさもう送られた人として,てもさこの海外からのねこの支援で、あのー、最初飛びついた人とアマゾンの人と あのもうぐちゃぐちゃなんだよね、アマゾンが発送しますの,あの受付の時が一瞬何回か出てね、でも、あの公式ショップが販売、発送しますってなってても、でも、アマゾンから出荷されたみたいよという、消費情報も出てるしね、これがあのちょっとこうぐちゃぐちゃだったんで、まとめきれなかったんだね。うんはい そんなわけで皆さんの予測とおじいの予測とどっちが当たるかおじいは大体3万円切って出てくれると信じていますおお安いなんてねだってね多分3万3000円いくらとかねなんか中途半端なちょっとオーバーするような気がしてねうやってくれると思うけどねで送料もう考えたらアマゾンで買った方がだよね絶対ねうんはいそんなわけで おじいでした。皆さんの予想と楽しんで待ちましょう、ね。まだあと、現物が手に入るまで1ヶ月はかかるんだから、ね、あの,のんびり楽しみましょう。おじいでした。バイバイ。じいあね。ぴょぴょ